長のチャンネル。こんにちは、工場長です。今日はこちら、ドゥドゥン、カプリコ。はい、見ての通り、お菓子のカプリコになります。で、これ先週お母さんが遊びに来てて、お母さんのお姉ちゃんも一緒に来てたんですけど、お姉ちゃんからこちらのカプリコいただきました。1箱に10個ずつ入っているので、合計で20個あります。で、今カプリコに当たりが入っていたら、なんとロボカプスケっていうカプリコを運んできてくれるロボットがもらえるみたいなので、今日はそれを狙ってこちら20個開けていきたいと思います。ね、私はしかも子供カプ式会社でスイート係長をやらせていただいているので、ぜひともこれは当てたいですね。ということで、気合も入れて今日はグリコ T シャツでお送りします。それでは開けていきたいと思います。よし、わー、いっぱいいっぱい入ってる、嬉しい。はい、いいですね、いいですね、お店みたい。はい、それでは準備が整ったので、一つ一つ開けていきたいと思います。20個あるから、まあどれか1つぐらいは当たってほしいんですけど、一応5000名様、合計で5000名様だけだから確率はかなり低いんじゃないかなと思います。で、当たりが出たら、こちらパッケージに書いてあるんですけど、こちらロボカプスケ、喋る、動く、しかもリモコン操作もできるっていう、かなりハイスペックなロボットなんじゃないかなと思っております。めちゃくちゃ欲しいです。で、前回のカプリコプター、あれも私地味にカプリコ買ってちょこちょこやってたんですけど、全然当たらなくて、で、あれは確か合計で7000名ぐらいじゃなかったっけ。あれでも当たんないから、今回の5000ってかなり運試しですね。1個目いきます。パカッと、もちろん入ってませんね。1個目からね、当たったら嬉しいわで、今回もこの動画やる前に私10個ぐらい実は開けてて、それも一切入ってませんでした。1個目なし。食べたいけどちょっと今は我慢します。最近太ってさ、本当に。2個目いきます。お願い。あ、ない。3個目。ないです。4個目、バババッと行きましょう。カプスケが欲しい。ない。マジか。まあそうだよね。4個目だもん、まだ。続いて5個目。6個目。いきます。開けた瞬間、ここに入ってんのかな？それがわかんないからさ。まだね、中の方まで見なきゃ希望はなかったです。7個目。7個目開けます。8個目いきます。お願い。カプリコこんないっぱい嬉しいわ。9個目いきます。お、ないよね。マジか、あっという間に10個目だ。10個目いきます。わー、カプリコかけてる。ちょっとこれはショックだ。はいあっという間に10個なくなっちゃった。あと10個開けていきます。いきます。難しいですわ。ないです。いきます。お願い。13個目、お願いします。14個目、お願いします。綺麗な。15個目ですね。15個目、お願いします。16個目お願いします。誰か当たった人っているのかな。ない。残り4つ。17個目、開けます。ないですね。18個目、ないわ。19個目、どう？まさかまさか。ナイス。あっという間に最後になっちゃった。開けます。
せーの、ピッと、ドー、パキッと、どうでしょう。ということで今日はカプリコ20個開けていきましたが、残念ながら当たりは入っていませんでした。まあ、5000名様だからね、結構確率はものすごい低いんじゃないかなと思います。まあ、ロボカプスケは残念だけどもね、こんなにカプリコ、いや嬉しいですね。私カプリコ本当に好きなので、まあ、太らないように気をつけながらちょこっとずつちょこっとずつ食べていきたいと思います。もしカプリコ当たり当たったよっていう方いたらコメント欄で教えてください。ね、いるのかな、どれぐらいいるんだろうね、すごく気になります。ということで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバーイ。